セブンアップは英語圏の伝統的なトランプゲームの一つであるトリックテイキングゲームに属する基本的にはカードの点数を競うポイントトリックゲームに属するが特定の切り札を得ることによっても点数が得られる特典のあるカードを取るだけでなく切り札の最高のカード最低のカードジャックを取ることによっても特典できるのが特徴であるパーレットによるとそれまでね イブと呼ばれていたカードをジャックと呼ぶようになったのはこのゲームに由来するのではないかという。イギリスの伝統的なゲームでオールホーズなどとも呼ばれる。セブンアップはアメリカでの名前で他にハイロー、ジャック、オールドスレッジなどとも呼ばれる。ホイストなどが知的なゲームと考えられる一方、セブンアップは仮想階級のゲームとみなされてきた。アメリカでは十九世紀には 人気のあるゲームだったが、ポーカーやユーカーに押されて衰退した。現在はビットの要素を加えたピッチというゲームが行われている。カリブ海のいくつかの国、特にトリニダードトゥバゴでも独自の変更を加えて遊ばれている。二人から四人で競技する。四人の時は向かい合う二人同士がパートナーになることも、それぞれが独立に戦うこともできる。 プレイは時計回りに進行する。ディーラーはプレイごとに時計回りに移動する。通常の52枚のトランプを使用し、ジョーカーは使用しない。ディーラーは各競技者に6枚の手札を配る。その次の1枚を表に向けて出す。このカードをターンアップと呼ぶ。ターンアップがジャックだった場合は、ディーラーが1点を得る。ディーラーの左隣が、 ターンアップのすると切り札とするかどうかを宣言する。切り札にするときはスタンドと宣言し、しない場合はベックと宣言する。ベックしたら切り札を決める権利はディーラーに移る。ディーラーがターンアップを切り札に決定した場合、ギフトといってディーラーの左隣が1点を得る。ディーラーがターンアップを拒否した場合はターンアップは裏返し、さらに各人に 主札3枚ずつを配って、その次のカードを表返して新たなターンアップとする。新しいターンアップが最初のターンアップと同じスートだった場合は、異なるスートが出てくるまで各人に主札3枚ずつを配って、次の1枚を新たなターンアップとすることを繰り返す。新たなスートのターンアップが出てきた場合、そのターンアップのスートが切り札になる。新たなスートが出る前に、 カードが尽きた場合、シャッフルして配り直す。主札の枚数が7枚以上になった場合、各競技者は不要なカードを捨てて、主札を6枚にする。最初のトリックは、ディーラーの左隣がリードする。あとは、通常のトリックテイキングゲームと同様に進行する。すなわち、時計回りに順に1枚ずつカードを出していき、切り札が出た場合は切り札数との最強のカードを、 出した人が勝つ。そうでない場合はリードと同じスートの最強のカードを出した人が勝つ。勝った人はそのトリックで出たすべてのカードを獲得し、次のトリックをリードする。ただし、通常のトリックテイキングゲームと異なり、セブンアップでは切り札をいつ出しても構わない。リードと同じスートのカードがあっても、そのカードを出さずに切り札を出すことができる。プレイによる得点は、 ハイロージャックゲームの4つのカテゴリーに分かれる。上の4つのカテゴリーは重複可能である。すなわち、切り札が1枚しか出なかった場合、その1枚でハイトローの2点が得られる。さらに、それがジャックだったら3点が得られる。プレイ以外に、一家のボーナスがある。プレイを繰り返し、7点を先に取ったものが勝ちになる。ありがとうございます。